LGV ブルターニュペイドラロアール線、または新10号線はフランスのルマン近郊とレンヌ近郊を結ぶ高速鉄道路線である。LGV 大西洋線と連結され、レンヌやラバル、南ンなどの都市への所要時間短縮を実現させた。総工費約34億ユーロを投じて2008年に計画され、2012年に着工。 2017年7月2日に開業した。9.9億ユーロずつをフランス政府と地方政府が残りの約10.2億をフランス鉄道線路事業公社が負担している。ロセンズサルト県コネレ付近で LGV 大西洋線ルマン支線生端から西に進み、ルマン北部郊外を経てサブレシュルサルト付近で在来線と連絡、再度 北方向に進路を変え、ラバル近郊で在来線と接続、連の東側のイルイコールエイコールビレ県、セソンセビニエに至る、総延長2 1 4トル、内高速線の本線が1 8 2トルである。開業後の所要時間。ありがとうございます。